はい、浅井さんのキャブクーパーです。例えばこれ、クラッチ交換でクラッチ外した状態です。外れたクラッチ板、クラッチ板だけ取り外した状態で、今、車両から外したままでバランス見てます。1回目がバランスが終わって、ここで1回目、1回目のバランスちょっとチェック入ってます。まあ、乗ってる時にはエンジン積んでる時にはあまり振動は、それほど大きな振動は感じませんでした。微妙だよね下がろうとしてます。やっぱり、ね、やっぱここに来るね。やっぱりここが、この黄色い点がやっぱちょっとウエイトがありますね。やっぱりここ来るね。同じとこだね。やっぱり、まあ、この状態でもあんまり、走行してそのエンジンかけた状態ではあんまり振動を感じないくらいのレベルです。はい、今からバランス取ってきます。あ、じゃない、これはあれだ、新しいクラッチカバーこれから組むので、組んでからバランスを取り直します。これは今までのですね。浅井さんの新品のクラッチカバーを取り付けた状態のバランスです。バランス取ってません、まだ。ちなみにピンクの印がクラッチカバーだけのバランス取った時のウエイトの点です。ボルト持ちなんだよ、まあ、この辺でバランス取れるくらいなんで、まあ、ここウエイト点がこの辺に、この辺にありますけど、ちょっと動かすと、おそらく今ここが重たいところですね。まあ反対側で止まっちゃうとこぐらいだから、それをそんなに大きなバランスの狂いはないようですけど、クラッチカバーだけの時にはここにウエイトの点があって、フライフルに取り付けた時に、この、この辺のあたりかな。フライホイール、この新品のクラッチカバーを取り付ける前のウエイトの点がここでした。なので、カバーのバランスがここなので、そのちょうど中間ぐらいにアンバランスの点が来ています。これが、新品のクラッチカバーを取り付けた状態、取り付けただけの状態です。浅井さんの、2つ穴で今調整をしたとこです。
ここにウェイトのポイントが今調整をしているところですね。ここが戻りますね。ちょっとだけ、ポイントがちょっとずれてる。ここですか。この辺に今ポイントずれましたね。だいぶ、改善されているので、あとちょっとですね。はい、再調整後、2回調整した後の、浅井さんのクラッチ。止まり方がだいぶねバランス取れてきた感じの止まり方をしますね。あれ？はい、浅井さんのクラッチバランス取り終わりました。止まるところにばらつきが出てきて、一定のところ止まらなくなって終了です。